こんばんは、桜井吉です。今日なんですけども、ペットたちの用品を買いにちょっと遠いホームセンターまで歩いて行って買い物に行ってきました。そこにがしかないくって、いつも行くところのホームセンターには行ってなくって、だから歩いて行ってきたんですけど、買い物をしてきたものを紹介していきたいと思います。まずこの回し車ですね、置き型の。クロちゃんにつけてたこれなんですけど、これすぐ取れちゃうんですよね。これすぐ取れちゃう、だからもう思い切って買ってきたんですけど、置き型ですね、置き型の回し車ですね。後で組み立てて設置しようと思います。あと次はインコちゃんたちの泊まり木ですね。これ小枝の S です。なんて書いてあるかな、かじってくちばしの調整、ストレスの発散にもいいそうです。早速後でつけたいと思いますね。これ2つリクちゃんとウミちゃんに買ってきました。あとマリちゃんとハムスターちゃんにおやつ買ってきました。サクサク一口ウエハースのリンゴを買ってきました。あとこれはインコちゃんのおやつなんですけど、紐がついててこれをぶら下げて食べるという、この楽しそうな食べるおもちゃですね。これを買ってきました。であとはこの一番重かった肩こりの原因になったものなんですけど、これトイレの砂ですね。もうトイレの砂も切らしてしまってなかったので、もうみんな汚くなってトイレがあるので、今日またトイレ掃除をしていきたいと思います。あとそのそこにしか売っていないものはと言いますと、じゃじゃじゃーん、これですね、ミールワーム、虫さんです。ニョロニョロ生きてます、昆虫ですね。これを2つ買ってきました。ハムちゃんたち大好物なんですよね。これすごい大きいね、割とすごい脱皮してますね。見えますかね、すごい脱皮してる。これで買ってきたものはこれで終了です。それぞれ設置したりおやつあげたりしていきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。